だって共通テスト受けるんですよ。遺産なんて面接あります。それこそ教授私の面接裏側とか結構知って、やっぱり僕みたいな妄想してみたら見たいんで、くまたんの素顔を見たい方はぜひ。ということで始まりました、もちチャンネルです。今回はですね、お、やってきました、イエーイ。あ、そうですね。いやー、メンバーが一人減って、で、新加入、僕が入りました。方向性の違いで組み直しました。そう、方向性の違い、はいね、やっぱもうこれから東大生なんかいらねえみたいなね。いやまさかけど、総先生にお会いできるとは。いや、僕も会いたかったんですよ。画面で見る人ですか。いや、僕も画面で見てました。総主総愛みたいな。そう。ぜひね、はい、あーなるほど、1回目の総括、何回も今日来ます。3回までは許しますちゃんと漢字総死ぬに書いてますからねあ、そういえば20万人ですよ、登録者。やりましたね。すごいです。まあ20万までいくとあれ相当お金。相当。そんなことないです。マジでそんなことないんですよ。どんどんなんか服が良くなってきてる。質がどんどん良くなってる感じしますね。ささくってる感じ。ささくステーキだわみたいな。なるほど。シャトーブリアンだみたいな感じなんですけど、いやそうです。20万に行けばもうそりゃね、登録者を変えるぐらいの金ありますよ。金でないです。いやいや、花指さんもそれこそ16万人ちょいとかですよね、はい、ああ、そうですね。それもすぐ行きますよ、ね、いや、抜かされそう、追いつけそうで怖かった。そんなことない。本当に、僕は多分花指抜かされるんですけど、多分総先生は誰に、総先生には抜かれないってこと。総先生は、まあ林先生に抜かれる。それは林先生、まあ確かにその通り。その通り。逆になんかいろいろ、どんどん僕は NG ないので、あ、本当ですか。総先生あります？勉強の動画僕見させていただいてるんですが、はい、いやこれが相当しっかりとした授業で、そうそう、本当に学ばせてきました。予備高校してもゾレーみたいな。でも本当に別の僕の知り合いの先生と変わっていいんじゃないかなみたいな相当なレベルの高さで、これは確かにね、登録者数増えるわと思いながら見てます。ありがたいです、はい、本当に率直に。すごいですね、予備校の先生 YouTube に入ってくるって。大体、まあ悪い言い方ですけど、ぬぼれちゃってる。あぬぼれちゃうっていう俺の授業なんで。見てくれて当然。そうね。いや、総先生はもう本当に物腰が本当そう、もうすごい謙虚で応援したい。いや昔は尖りに尖ったり見た目とは違う。すごい尖ってましたから、昔はめちゃくちゃ丸みを帯びてね。今すごく丸くなりました。林先生抜かれてからあれちょっと、いや、まあ、あの時もまだ尖ってた。その時が一番尖ってたろ。あともちょっとね、だいぶ尖ってましたけど、そうです、ね、今はもう、まあそうなんです、結構やっぱね、予備校講師に怯えてるっていうところあるんで。怯えてるっていうか、こっちが攻撃しても得ないじゃないですか。そうね、ずっと攻撃してくるんで。僕は本当にもそれこそ物腰の低さは多分こうじゃないと多分いけないんですけど、今年の1月にちょっとある英語の先生からすごいダメージ。あ、本当だ。この前来た時もそれ話した。英語の先生というのはつまり、いや森哲先生の知り合いなんですけど、本当ですか。そうです。ちょっと名前言っちゃっていいですか。でももうやめてピーって。でもどうでした、予備校がこう入ってきたみたいな感じになって。そうですね、いやけど本当に僕、ただ予備は一番理念的なところが僕すごく好きなんですよ、はい、言うたら今って予備校講師の方いろいろ上げてるじゃないですか、はい、本当に2000人の方いろいろ見てるんですけど、めちゃめちゃ下に見てる。いや予備校講師YouTube の世界で言うと、僕やっぱり一番大切なのは何のためにやってるかだと思うんですよ、そのホワイの部分が、はい、でやっぱりその森哲先生のチャンネルでも、まあそれこそ2年後に一番をってやるし、総先生なんか僕来た時にすぐ見て、あ、そうです。そう、もうそれが感動して、そのまますぐに森哲先生にメッセージ来た。いや、何にも伝えてくれません。伝えたわ全部秘密で。すぐ忘れちゃう。絶対褒めないから。総先生の褒めたことは言わない。でもスケジュールちゃんとね、僕が調整して、そしたらダブルブッキングしやがって。すいませんでした。
そうなんですよ、本当その節はご迷惑をおかけしましたね、もう今日は本当に。どうなんですか、パスラボ的には。そうだって共通テスト受けるんですよ。受けるんですか。ちょうどですね。おお、本当にだ。ちょっとこれからのね戦略とか聞きたかったんですけど、まあこれでね一バズりやったぜみたいなね。まあそうですね。そうではないよ。ちょっとやめてよそれは。いやけどこれ本当に思うのは、センター試験も僕も6年前に受けて、はいはい、やっぱりこれから共通テストになったと思う。勉強法を出す上で言ったら自分がやってないこと語りたくないんですよ。おー、なんかこう巷のブログとか見て、はいはい、それをなんかただ二次情報で伝えるっていうよりは、うん、やっぱり自分自身が本気で体験してという。なるほど。そこは受験会場に行くと。もちろん受験会場に行きます。願書もそれこそ、はい、はい、そうですね、ありますので。全員で行かないんですか。いやいやいや、やるわけないですよ。絶対やらない。その格好で行くのかと思って。みんなでやらないですか。本当にみんなでやりたいよねって話をしたら本当にやりたくない。え、じゃあ勉強どうしてんですか今。あ、てかそれこそ本当にちょうどこの前共通テストの解きまして、試験調査を全部、英語と国語が僕は本当に苦手なんですよ。英語が、パスラボ英語のチャンネルでスタートしてた気が。英語はある程度いけるんですけど、うん、リスニングの僕1回読みでいつもミスするんですよ、はいはい、なんか、うん、なるほど。そうだから、そのリスニングについて聞きたかったんだと。そう、先生からはそれこそ現代文、まあ、これから変わったじゃないですか、はい、変わりましたね。日本第二さんもいたら、うん、評論だとマシとか、はい、あれに関してちょっと、まあもちろん食べ上げてると思うんですけど。で、でもきっかけは何だったんですか、共通テストは。きっかけはそうですね、なんか知りたいっていうのと他にあったんですか。いや、まあ一言で言うと、やっぱ僕も挑戦したい。いや、なんかまあ、そうですね。 YouTube ってチャンネル登録だけを追うってあんま僕好きじゃなくて、そのチャンネル登録のためとかだと本当に一喜一憂しちゃうんですよね。そうですね。そう、で、それがサドヨビとかも多分そうだと思ってて、再生数だけを見ると絶対こう同じような動画が落ちるじゃないですか。はい、そうそう、新しいことやっていかなきゃいけないもんね。いや、そんな中でなんか、じゃあ再生数だけを狙おうってしたら変に奇をてらったものになっちゃうというか、うん、けど何か挑戦したいっていうことで、はい、今回共通テスト受験。ああ、共通テストぐらいのレベルだったらいけるだろみたいな。いや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 、勉強しなくてもいけるし、いけるじゃろみたいな。え、だってそこ共通テスト受けて、はい、出さないんすか願書ってなるわけじゃないですか。あ、なるほどね、その二次試験に。そうそうそう、それ逆に僕は出さない方がいいかなと。え、そうなんですか。いや、だって一人の受験生の枠を奪うわけじゃないですか。もちろん、まあ、受かる気満々ですね。いやいやいや、それはけど、まあ、だって合格しても行かなければその人に渡るわけだから関係ないです。そこは多分おいおいです。一旦今回共通テストで、またそのあれやったら、ただ来年とかももしかしたら、いい点取ったら東大って何で多分受かって TV だ、受かったよみたいな、こっちでやるぞ、絶対受かるけど、正直言うと東大も入っちゃって卒業しちゃってるんで、うん、でもほら遺産受けりゃいいじゃないですか。あー、で、遺産で入ってはいないわけだから。そうなんです、これがすごい僕の。今からまた受かる自信ってあるんですか。いや、遺産はちょっと本当にちょっと難しいと思う。人数もね、少ないし。そうですね、例えば本当にそれこそ今数学と英語をメインで教えてるんですけど、うん、例えば古文漢文とかも完全に忘れてますし、あ、理科社会とか、まあ、理科はできるんですけど、うん、二次試験レベルってなると、それは例えばやるとしても本当に来年とか。でもまあね、そんなこと言いながらやるのがパスラボ。何のためにパスって揃わなかった。揃わなさすぎる。パスするための研究所、ね、俺らは勝手にやってくれって感じ。けど彼は東大に二浪して1点で落ちてます。あ、そうなんですよ。1点差は切ないですね。彼のためにもっていうより僕は彼も受けてほしいなって。正直に巻き込み始めた。いいじゃないですか。それ受けて合格したら入学なさるわけですか。いや、でも今行ってる大学難しいですよね。いやいや、やめるでしょ、中央は。なんでやめるでしょ、東大入ったら。やめますけど、僕は受けるかってもいかないので、だからその本気度みたいなところが伝わりにくいんですよね、僕は多分。なるほど、うん、多分受けるって言って、多分行かなかったら、そりゃ、うん、まあ、それはそれで来る、うん、なるほど。そうなん、しかも離散なんで面接ありますから、ね、それこそ教授、あ、ご無沙汰します。本当だ、聞いてますもん。何回勉強すんのみたいな。面接0点ですよ、舐めてる。それでもう落とされるみたいな。結構離散の面接とか裏側とかも結構知ってはいるんで、
あ、へえ。そうそうそう、ちょうど病院実習とかでやってます。その教授がちょっと明日面接なんだよねみたいな話をして、あ、そうなんですねみたいな、詳しくは言えないんですけど、だから本当に面接、まあ、詳しくはね、商売するわけですもんね。いや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 そんな話怖いな、YouTuber 50万とかでね。なるほど。いやいやいや、ひとまず本当にまあ共通テスト受験っていうのがまずこのパスラボの一つの挑戦かなと。いや、もう来てないんですか、コメントで、もうどこ代出さないのみたいな。ああ、いやけど本当にこれからですね。いや、やっぱり僕はみたいな無双してみたら見たいんで。いやいや、言うて改正項目7項目解いてるじゃないですか。めちゃめちゃサイズある。10万回以上再生されてる。無双したを見たいんで、だからセンター利用じゃない、や、そうか、共通テスト利用のところにも願書出しまくって、で、合格、合格、合格みたいなの見たいです。なんか他の YouTuber が叩かれそうですよ。そうなんです。それやっぱ反感買うわけですか。僕はどちらやっぱ20万人って結構難しい。じゃあうちのチャンネル出せばいいから。いやいやいやスバルさん合格。やっぱりまあブランディングじゃないですけど、結構僕はそれこそ真っ当に行きたいんですよね。再生数のためにいろいろしてみたとかは正直あんまりしたくないので、やるんだったら本気で。いやでもね、プレッシャーはすごいと思いますね。もうある程度取らないと点数を。そうなんですよ、うん、もうだってね、教えてるレベルかよみたいなコメントが。お前はどうか教えてるわけですからね。取れなきゃ、これはやっぱり。あそこで80点だったやつがその模試とかもしっかり受けますね。お、あー、そうなんですか。再生数取れるじゃないですか。やめてください。会場にカメラを入れたりするんですか。入れられない。カンニングみたいな。いやいや、教室なんかじゃなくて、その廊下とか。あ、ダメ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 。あ、まあ、それできないとか。そうですね。だから行くところを多分熊田が取ってくれるぐらいの。そういうことか。そうですね。でも結構会場で騒がれるんじゃないですか。いや、僕は本当にマスクとメガネかけてバレないように。こいつが撮ってたら分かる。パンダがこうやって撮ってたら分かる。今度ヨゼミの星ってヨゼミタワーしか試験会場がないっていう。間違えてライブで、いや僕11月1日にスンベレの模試があるんですよ、はいはい、受けたかったら浜松しかもう受験会場なくて、ね、それを受けに行くっていうのはあれなんで、11月15日にヨゼミで、でそこ申し込みましたっつったら、東京は一つの会場しかなくて、もうバレてる。それはもうバレるっていうか、それは大変なことで、本当にやばい。くまたんの素顔見たい方はぜひ。いや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 、ぜひ。ちょっと今日金井からあるあの森手先生にプレゼントというか。え、プレゼントですか。口が実はちょっと、いやいや、だって会った途端にごちそうさまでーすって思ってもらう気満々だって。いや、俺はもう飯食う、ほんともうためにここに来たもんだけど。大丈夫、今日はお財布いるから。絶対参加しません。そうですね、まあちょっとこれなんで、そっからなんかこれなんで。いや、さっき持ってたのにどこ行ったんだろうと思ったら、ちょっと暖かくなってんじゃないかな。いや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 、ちょっとそこはもうあんまり、はい、全然もう YouTuber。 YouTuber すごいな、はい、近づけんだよ。あ、なんですかこれは。あ、元メンバーの人も。本当にやりまこれは新しくパスラボで出す本なんですけど、うん、超戦略的勉強、まあ、もう簡単に言えば、もう最強の勉強法の2万倍面白い内容になってます。3年、4年前に僕が自分で本当に書いた本があって、、はい、それ読んでくれなくて、それなら俺と書くわって。みんなで書いた。そうなんです。なるほど。東大現役合格、トップ成績で医学部に進学した僕の超戦略的勉強法。よくあるバージョン。よくあるタイトル。そう、長くなるやつね。門川様ですからね、天下。本当に僕も長くなった。あ、そうですね、門川様って言ったら、あ、これ、あ、だったら受験勉強 YouTube チャンネル20万人登録者数、ここに合わせて、そのために教授ですよ。なるほど、ですね、まあ、そりゃそうですよ。そんなことないですよ。授業動画累計3000万回再生。すごいな。これは本当に、だから広告出したんだ、これ合わせて。いや、行かせるために。そんなあるそんなあるんです。あの、いや、けど本当に9月の25日出版で、ちょうど早期高齢者特典みたいなのがありまして。え、後期高齢者。いやー、75歳以上の方に9月25日から10月24日の間に購入された方、あるいはもうすでに予約された方に、フォームで感想を書いてくれたら、理科と社会の勉強法を PDF でプレゼントしますよ。あー、なるほど。いつから始めても遅くない、オリジナル勉強法で合格へ近づく最強の一冊。もうすごい。前日でも、当日でも、前日でも、当日でも遅くない。さすがです。いつでも大丈夫、受験後でも大丈夫。わかりますね。
総先生が置物になっちゃったけど編集できっとめちゃめちゃかっこよく目立つ、もう何も話してないけど僕のチャンネルでぜひ総先生メインなので、はい、今回はスタッフにおいでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。